1 9 1年にその前身が設立され1923年その名となったオートバイメーカーインディアン。モトサイクル蒸気メーカーが使用していたアメリカ合衆国で最も古いオートバイのブランドである。香港では創設時の企業と近年再興された企業に分けて記述する。ほとんどのバイクが後輪を駆動するのに革ベルトを用いていた時代に、 インディアンの第1号車はチェーンを使用していた。1920年代を通して、排気量 750cc と 1000cc の SV エンジンを搭載し、ハーレー・ダビッドソンよりも高級路線であり、高性能、高品質の代名詞となった。日本でも警視庁がバイクによる交通違反取締りを1918年にスタートさせた際に採用され、 赤バイと呼ばれて親しまれたことでも知られている。またチーフは、塩谷隆の小説エスパーオートバイシリーズの主人公になっている。力士時代の力道山が好んで乗っており、このバイクで場所入りしたこともある。1940年代のピーク時には、世界最大の規模で3000人が働いていたが、自動車の台頭などにより売り上げが落ち、1953年には元あった工場を占め、 1959年には会社を解散した。その後は幾人かのオーナーに引き継がれたが倒産が繰り返されている。ありがとうございます。